皆様こんばんは。今夜は、あなたを心地よい眠りへと誘うために、ミステリーの世界へとご案内します。深い眠りに向けて、夢の中でさえ続くような、物語をお楽しみください。静かな村の謎。その夜、月は高く、星々が静かに輝いていた。カスケード村はいつも通りの穏やかな夜を迎えていました。村は小さく、住人たちの生活は、ゆっくりと流れていた。しかし、その夜は何かが違いました。村の中央に位置する、古い時計塔が、いつもよりも、深い響きを持って、時を刻んでいます。村に住むアンナは、毎晩、同じ時間に眠りにつく習慣があったが、その夜は、なぜか眠れずにいました。窓から見える、月明かりに照らされた景色を眺めていると、時計塔の鐘が、ひときわ大きく鳴り響きました。アンナは、妙に心に引っかかるものを感じて、眠気も吹き飛んでしまいました。アンナはとっさに家を出て、静かな村の通りを歩き始めました。夜風が心地よく、彼女の不安を少し和らげてくれました。村は静まり返っており、聞こえるのは、自分の足音だけでした。彼女は、一歩ずつ、一歩ずつ、時計塔の方向に歩いていきました。時計塔に到着すると、その扉が、少しだけ開いているのに気づきました。普段は閉じられているはずの扉が開いていることに、アンナは驚きを隠せませんでした。好奇心が彼女を扉の向こうへと誘います。中に入ると、古い木製の階段が上へと続いています。アンナは慎重に一歩一歩階段を上がっていきました。階段はきしむ音を立てて、彼女の心臓の鼓動は次第に早くなります。登り切った先には、時計の機械が見えました。その機械の周りには、村の歴史を物語る、古い書物や、地図が散らばっていました。アンナは机の上に置かれた
一冊の古い日記に目を留めました。その日記は、かつてこの村に住んでいた時計職人によって書かれたものでした。日記の最後のページには、謎めいたメッセージが記されていました。時は真実を語るもの。過去の影は未来に影響を与える。その言葉に不思議な魅力を感じたアンナは、さらに部屋の至るところを調べてみることにしました。そして、机の引き出しを開けると、一枚の古い地図が出てきた。地図に記された村は、確かに、アンナの住む村でした。村の外れにある場所に、一つ、特別な印が付けられていました。アンナは地図を持って、走って、再び、村の通りに出ました。地図に記された場所は、村の外れの、小さな森の中にあった。月明かりを頼りに、森へと足を踏み入れると、冷たい風が彼女の頬を撫でました。歯のざわめきとともに、どんどんと不安が高まります。そうして、森の奥深くに進むと、地図に示された場所にたどり着きました。そこには、古びた石造りの井戸がありました。井戸の周りには、苔が生え、長い年月が経っていることを物語っていました。アンナが井戸の中を覗き込むと、そこに何かが光っているのを見つけました。彼女は慎重に井戸に手を伸ばし、その光る物体を取り出しました。手に取ったのは、銀色に輝く古い鍵でした。その鍵には、時計塔の時計の形が深く彫られていました。アンナは、それが何なのか、最初はよくわかりませんでしたが、時計塔の刻印を見ると、直感的に、時計塔へと戻らねばならない。そう思いました。彼女は再び、時計塔へと戻ると、また、部屋の中の捜索を始めました。そこで見つけた、一つの古い箱。その箱には、鍵穴がついていました。アンナは、手に入れた銀色の鍵を、その鍵穴に差し込みました。アンナは、胸が高鳴るのを感じます。
箱の中には、村の歴史を記した貴重な文書や時計職人について記されている重大な書類が収められていました。そこには、村が持つ特別な力や、時間を操る技術についての記述がしてありました。アンナは、時計職人がこの村に残した遺産について理解しました。村の未来を守るために、代々受け継がれているお仕事。次は、私が選ばれてしまったのだなと、そう感じました。その夜、彼女は村の秘密を知り、新たな使命を胸に刻んだのです。おしまい。失われた音楽。音楽家のアレックスは、長い間、行方不明になっていた祖父の楽譜を見つけました。その楽譜には、未完成の交響曲が記されており、それは、祖父が最後に取り組んでいた作品でした。アレックスは、その楽譜を完成させることを、その時決意したのです。アレックスは、楽譜を詳しく調べるために、祖父がかつて住んでいた、田舎の家を訪れました。家は、時間の経過とともに、少し古びていましたが、どこか、懐かしい雰囲気を漂わせていました。家の中には、祖父が愛用していた、古いピアノが、静かに佇んでいました。アレックスは、そのピアノの鍵盤にそっと触れると、なんだか、祖父の手のぬくもりを感じるような、そんな気がしました。祖父の部屋を調べていると、アレックスは、一通の手紙を見つけました。その手紙には、祖父が未完成の交響曲に関する手がかりを記していました。手紙を読み進めるうちに、アレックスは祖父が残したメロディーの断片を探すためのヒントを得ました。手がかりを追って、アレックスは近くの古い教会を訪れました。教会は静寂に包まれており、その荘厳な雰囲気が彼の心を落ち着かせました。アレックスは、教会のオルガンに近づくと、鍵盤を慎重に押しました。
すると、祖父が残したメロディーの断片が、美しく響き渡りました。その音色は、まるで、祖父がそばにいるかのようでした。アレックスは家に帰ると、祖父のピアノで、夜通し作業を続けました。鍵盤に触れるたびに、祖父との思い出が蘇り、彼の心を温かく包みました。やがて、交響曲は完成しました。アレックスは、ピアノの前に座り、完成した楽譜を見つめました。その夜、彼は、祖父との思い出に浸りながら、完成した交響曲を演奏しました。美しい音楽が、部屋に響き渡り、まるで、祖父がその音色を聞いてくれているかのように感じました。曲が終わると、アレックスは穏やかな気持ちでピアノの蓋を閉じました。祖父の夢を叶えたことで、彼の心は満たされていました。アレックスは、祖父に感謝の言葉を胸の中で捧げ、その夜、静かな眠りに落ちました。祖父の愛と音楽が、彼の夢の中でも、優しく響き渡っているようでした。おしまい。湖畔の謎。その夜、湖畔の小さな村は、静かな闇に包まれていました。月明かりが、湖の水面に反射し、銀色の光が揺らめいています。エミリーは、湖畔の家に、一人で住んでいました。彼女は毎晩、湖の静けさに心を癒されながら眠りについていましたが、その夜は何かが違いました。エミリーは眠ることができず、窓辺に座って、湖を眺めていました。かすかな波音が、彼女の耳に、心地よく響く中、彼女の視線は、湖のほとりに輝く、小さな光に、引き寄せられました。好奇心が彼女を動かし、外に出る決意をさせました。湖のほとりに近づくと、小さなランタンが
揺れているのを見つけました。その光は穏やかで、まるでエミリーを誘うかのようでした。ランタンには何やら古びた一通の手紙が結びつけられていました。彼女は手紙を手に取ると慎重に開くことにしました。湖の秘密を知りたければ、夜明け前に灯台に来てください。手紙にはそう書かれていました。エミリーは最初ためらいましたが、しばらく経った後、好奇心が勝ち、灯台へと向かってみることにしました。暖かい上着を羽織り、静かに、灯台へと歩き出します。灯台へ到着すると、そこには、見知らぬ老人が立っていました。彼は、エミリーに優しく、微笑みかけました。君が来るのを待っていたよ。私は、この湖の守護者だ。老人の声は静かで、しかし、力強く響きました。エミリーは彼に導かれ、灯台の中へと入りました。そこには古い書物や、たくさんの地図が、所狭しと並べられていました。この湖には、古代からの秘密が眠っている。老人はそう言うと、古い地図を広げました。地図には、湖の底に隠された異物の場所が示されていました。エミリーはとても驚きました。なぜなら、エミリーにとってこの湖は自然が満ち溢れた美しいだけの湖だったからです。次の日、エミリーと老人は、湖の底へ潜るための準備を始めました。彼女は、少しの不安を感じながらも、人生で初めての冒険への、期待感に胸を膨らませていました。湖の水は冷たく、静かに彼女たちを包み込みました。やがて、老人と彼女は湖の底にたどり着きました。そこには、古代の遺物が、確かに埋もれていたのです。エミリーと老人は、慎重にその遺物を取り出し、光にかざしました。それは、美しい宝石を散りばめた王冠でした。
老人は優しく言いました。この王冠は、村の繁栄と平和を象徴している。君がこの湖の秘密を解き明かしたことで、村に再び光が戻るだろう。エミリーは、その言葉に、深い感動を覚えました。彼女は、王冠を大切に抱え、再び、コハンの家に戻りました。その夜、彼女は、穏やかな気持ちで眠りにつきました。湖の秘密を知ったことで、彼女の心は満たされ、静かな眠りへと誘われたのです。おしまい。森の中の隠れ家。深い森の中に隠された小さな家には、かつて探偵として名を馳せたジョナサンが住んでいました。彼は都会の喧騒を離れ、静かな生活を送ることを選んだのです。しかし、彼の静寂は、ある日突然破られました。その日、ジョナサンの家の前に、見知らぬ女性が現れました。彼女は、自分のことをエリザベスと名乗り、突然失踪した弟の捜索を依頼してきました。弟は森の奥にある古い修道院で最後に目撃されたそうです。彼女の瞳には不安と決意が混じっているように見えました。はじめは気乗りしなかったジョナサンでしたが、彼女の目を見て、エリザベスの依頼を受けることにしました。ジョナサンは、かつての探偵としての直感を頼りに、森の奥へと足を踏み入れていきました。森の中は随分と静かで、鳥のさえずりだけが彼の耳に響いていました。修道院に到着すると、その建物は長い間放置されており、不気味な雰囲気が漂っていました。ジョナサンは慎重に扉を開け、エリザベスと共に中に入りました。古びた床板がきしむ音が、彼らの心をさらに緊張させました。修道院の中を調べるうちに、彼らは古い書物や儀式の道具が散乱している部屋にたどり着きました。その一つ一つが、かつての修道院の繁栄を
物語っていました。ジョナサンは、彼女の弟が、この修道院に何を求めていたのか、徐々に理解をし始めました。彼らは、さらに奥へと進み、やがて、地下室への扉を見つけました。恐る恐る扉を開けると、そこには暗闇が広がっていました。エリザベスは少しの躊躇を見せましたが、ジョナサンは彼女に優しく微笑みかけ、共に進むよう促しました。地下室には、古代の儀式に使われた、秘密の部屋が隠されていました。部屋の中心には、石の祭壇があり、その上には、村の古い伝説に関わる、貴重な遺物が置かれていました。ジョナサンは、慎重にその遺物を手に取り、詳細を調べ始めました。エリザベスの弟が、ここに何を求めていたのか、その答えが、徐々に明らかになりました。彼は、この部屋にこもり、村の未来を守るために、古代の秘密を解き明かそうとしていたのです。ジョナサンはそのことをエリザベスに伝えました。彼女は目に涙を浮かべていました。この修道院で行われていたこと、そして、この荒れた部屋。これらは、エリザベスの弟が、何者かの手によって、襲われていたことを意味していたからです。結局、エリザベスの弟の行方は、見つけることができませんでした。エリザベスは、ジョナサンに大層感謝してくれましたが、ジョナサンは、自分の使命を果たせなかったことに、納得がいきませんでした。その夜、暗い森の中を、エリザベスと二人で歩きながら、ジョナサンは言いました。君の弟は、俺の名にかけて、必ず探し出してみせる。暗い森の中でしたから、エリザベスの表情はわかりませんでしたが、彼女の、すすり泣く声だけが聞こえました。おしまい。星の航海。航海士のライアンは、ある日、船の中で、古い星図を見つけました。その星図には、未知の星の位置が記されており、その星には、失われた財宝が隠されている、と言い伝えられていました。
ライアンはその星を探すために航海に出ました。夜空の星を頼りに進むうちに、ライアンは不思議な光を放つ星にたどり着きました。その星の奥には美しい光の洞窟がありました。ライアンは恐る恐るその洞窟の中に入ります。確かに不安はありましたが、それ以上の好奇心がライアンの胸の中を埋め尽くしていました。一歩ずつ、一歩ずつ、慎重に、慎重に、奥へと進んでいくと、やがて、一筋の光が見えました。ライアンは光にめがけて走り出しました。その光の正体が何なのか、遠目からでもわかったからです。そこには、輝く宝石が散りばめられていました。ライアンは、叫ぶようにして喜びました。そして考えました。これだけの財宝を一体何に使おうか。はじめにライアンは、これだけの宝石を世界中の貧しい子供たちに配ろうかと考えました。ライアンは小さい頃家庭が貧しく、ご飯を食べるにも苦労した経験があったからです。宝石は一段と強く光り輝きました。その後でライアンは、やはりこの財宝で経験したことがないほど世界で一番に贅沢な生活を送ってやろうと思いました。それはやはりライアンは小さい頃贅沢ができなかったものですから、心の奥底に眠っていた欲望でした。考えて考えて、ライアンは贅沢をすることに決めました。ライアンは鼻歌を歌いながら、宝石を袋いっぱいに詰めて、急いで洞窟を飛び出しました。ライアンの頭の中は、いい車、美味しいご飯、綺麗な女性、そのようなことでいっぱいになっていました。もう片隅にも、貧しい子供たちのことはなくなっていました。すると、洞窟を出た途端に、ライアンが抱えていた袋いっぱいの宝石がちっとも輝かなくなってしまいました。ライアンは
急いですべての宝石を調べましたが、宝石は、ただの石になっていました。ライアンは、ひどく後悔しました。罰が当たったからだと思ったからです。自分の欲望のために、財宝を使おうとしたこと。貧しかった過去を忘れて、心さえも貧しい人間になろうとしていたこと。ライアンは空に輝く星に向かってお願いしました。どうかお願いします。この宝石は子供たちのために使うと、そう誓います。すると、宝石はまた美しい光を取り戻しました。ライアンは星に向かって心から感謝しました。それからライアンは船を使って世界中の国を回り、子供たちに宝石を届け続けました。ライアン自身は昔と変わらず貧しいままでしたが、その心は宝石のように美しく輝いておりました。おしまい。